今日は見たくない夢その1やった。見たくない夢を見ないようにするには、ちゆうか見たい夢っち、そもそも雨が全然降らんとでしょう。どうぞお上がりになって。ああ奥さん、ちょっと寄ったとです。おや、行ってらっしゃい、うんうん、まあ今年ん米はよかとしても、また仮面ワンダムがすっからかんになっとるけんで。まあ、わかりました。コメン犬は、また相談させてください。これは不用意な言葉言うてしもうた。すいません。行ってきます。って作り酒屋なんだって。うわ、そうバッテン。じゃあ昔はこの辺の地主だったわけ。よう知らんとバッテン。だから11年前、君と君のお姉さん水香って名前なんだっけ。すごいよな、誘拐されたことのあるやつと友達になるなんて。あの事件ネットでいろいろ調べたんだ。君らを誘拐した犯人は警察のヘマで。確かに身代金を要求する電話もかけていた。でも本当に金目当てだったのかな。東京から引っ越してきとると。あ、東京じゃまだ友達でもなかとに、そげんぶしつけにあれこれ聞きよっとね。へい。対外離脱夢。1996年9月22日、水天町の酒造業経営者、小森義也さん方の長女、水香ちゃん8歳と、その弟、太郎くん3歳の2人の行方がわからなくなった。夜半になり、誘拐したとの連絡が犯人の男から電話で入る。犯人は金の受け渡し場所をはっきり言わないまま、小森さんを車であちこちへと走らせ、有料道路の立体交差地点で無理に車を路側帯に止めさせ、そこから金を入れたカバンを投げるように指示。しかし警察が周囲を固めていることに気づいたか、犯人はカバンを拾うことなく姿を見せなかった。一方で
犯人が連絡に使用していたプリペイド型の携帯電話の発信地を特定することに成功した警察は、水天町外れの県道沿いに立っている廃業したパチンコ店舗付近に白いバンが止まっていることを確認し突入する。そこにいた男は逃亡を図り県道に飛び出したところ、トラックにはねられ即死した。廃屋内には男が使用していたプリペイド携帯が残されており、死んだ男が犯人であることは間違いないものと思われたが、誘拐された兄弟はどこにも見つからなかった。犯人はスクア八千代、中部地方の出身で、この地方には何の縁故もなく過去の犯歴もない上に、どんな仕事をしていたのかも不明であった。犯人死亡のまま人質となった二人は、事件発生から4日経っても発見できず、県警にも焦燥感がにじんでいた時、山一つ向こうのダム建設のために廃村になっている旧亀岩村が歓喜にあってそこが乾いており、今もそこに立っている古い廃病院跡に子供たちがいるかもしれないという市民からの通報により捜索したところ、二児を発見することができた。しかし姉の瑞香ちゃんは時すでに遅く亡くなっており、弟の太郎くんもショック状態であったが、こちらは命を取り留めた。室内には飲み物や軽食もあったのだが、犯人はすぐに戻ってくるつもりだったのか、二人を寝台に縛ったままにしており、二人は何も口にできなかった。この事件が起こるまでの半年間に西日本広域にわたって児童の行方不明事件が起こっていたが、身代金の要求があったのはこの水天町の事件だけであり、関連は不明である。1996年10月2日、水天町内の小さな宗教法人である大神拝礼会の副代表大神秀夫さんが同家内で変死しているのが発見された。鍵の閉められた室内で自分の目を刃物で刺した上で頸部を切って死んでいた。遺書は見つからなかったものの、警察は自殺と断定。この1週間前には同町内で誘拐事件が発生しており、関連を疑う者もいたが、それを示す証拠は何も発見されていない。よく焦げな階段は毎日。みーやこ、おかえり。酒買っといてくれた。ああ、よか。あとで自分で。誰か来とるんじゃなかと。なんで。下にチャリがあったけん。あ？
なんか変だ。お姉ちゃん、水か姉ちゃん。お姉ちゃんの負けやなかろう。バッティングこげんとこ遊びに来る年でもなかろうもん。小学生に言われとうなかったい。何番見とったと龍鎮。え、あ、ねえ、何？この間ね、石段とこでその見とったろ。さあ、うん、絶対見とるばい、あいつ。嫌な夢見ませんように。僕は多分お姉ちゃんをその日待っとった。それでお姉さんは出てきたんですね。と思う。なんかお姉ちゃんの顔がはっきり見えん。無理に今思い出そうとしなくていいんですよ。あの、全然眠くならんとですけど。これは催眠療法じゃないですから。 EMDR って言うんです。眼球を動かしながら過去の辛かった出来事を自分で語ってもらうだけなんです。目を動かすだけ。実は原理は未だはっきりとは分かってないんです。左脳と右脳の働きを交錯させることで脳を活性化させ、PTSD を持つ人の症状を軽減させると言われています。 PTSD？ いや、小森君に顕著な症状がないことは私も分かっています。でも失われた記憶、欠落した記憶を小森君は思い出したい。そうですよね。はい。でも
思い出した方がよかとかな。わからないです。続けましょう。大丈夫ですよ。今はもうその巨人はいないんですよ。今日はここまでにしましょうか。僕は怖いものばっかりだ。へえ、じゃあダムんとこの廃病院に太郎たちがいるって警察に言ったってのは、ん？うん、大神んとこのばあさんだい。大神姫子だっけ。すげえ名前のばあさんだよな。つうかマジで超能力者かよ。それでその後すぐに大神の親父が自殺したってわけか。うん、やっぱ何か関係あるんじゃねえのとかみんな思ったよな。思ったらしか。バッテンが噂だけあったし。この街って面白いよな。のどかすぎてクソみたいな風景なのにおぞましい事件がゴロゴロしてるみてえなさ。まあダムゾコン病院には昔からいろいろ噂があったというの。それ聞かせてくれよ。ねえ言えよ。これ約束のやつ、やり込むとハマるよ。じゃあ。ちょっと気になっとるだけだ。かわいかばってん。ここが。囚われた人を救う方法を
人は様々に模索している。トラウマの元となる記憶を想起させながら眼球を運動させるこの方法は大脳辺縁系の情報処理を再活性させるのだと言われているけれど、それだけなのだろうか。眼球が運動しているときにその人は何かを見ているのではないか。施術者の指の向こう側に。現実の世界うつしおには電脳世界が発達するはるか昔から違う世界閣僚が重なっている。うつしおの中に侵食してくる閣僚の中に少年たちは何を見るのか、そしてその先に待っているものとは。